場みたいなね。気合入ってるね。どうなの、なんでデュエルキングに参加してくれるようになったの。デュエルキングに参加した理由は、うん、この大会を主催した人から、うんうんうん、あ、彼ね、来てみませんかっていう、あ、インサが来たんだね。で、たまたま練習がかぶってて、うん、行かないか行こうか迷ってたんですけど、うん、やっぱり俺とソウが行きたいって言って行きました。朝に練習があって、あ、なるほどね。そっか、まあピンク対決かな。はい、ピンク対決。よし、じゃあ意気込みを。ラスト絶対か勝ちます。この面白いの、このちょっとちょっといいね、いいね、最高だね君。最高だね。あ、よし、ありがとう。ごめんごめん、失礼しました。はい、じゃあお願いします。最後の試合、お、かっこいいね。それナイキか。ナイキかっこいいね。どうですか、相手ちょっと強いかもよ。でも勝ちます。あ、全部勝ってないんだよ。そうだな、頑張ろうな。よし、食らいつけよ。大丈夫、勝てる。よし、頑張れ。全部ディフェンスを防いでるよ。一回見とけ、うん、今のところディフェンスキングは翔平で、うん、あー、いいディフェンスね。ナイスディフェンス。これは何、ここはルイか。前が上手だね。うおぉ、いいよ、うまい、素晴らしい。おぉ、あー、いいよ。これルイが授け、前の詰め方が上手だ。突破したらもう勝ち。うん、こんなことはない。キングは今誰。オッケー、いい守備。今キングは、早いな、早いな。いや、素晴らしい、素晴らしい。デュエルキングで優勝できたことはよく嬉しいです。うん、もしかしたらまだ分かんないかもね。タドンデスっていうのがあるかもしれないからね。でもすごいね、 3連勝だね。ナイスゲーム、楽しかったです。また来てくれますか。はい、おっしゃ、また来てくれ。これからも優勝したいです。これからも優勝だね。はい、おっしゃ、ありがとう。今日参加ありがとうね。はい、どうでしたか。悔しいです。悔しいか。次はどうしますか。次に来た時には絶対優勝します。そうだな。 OK、 じゃあ次も待ってます。はい、はい、頑張ってください。はい、ナイスゲーム。